壁島は、東松浦半島北部、唐津市呼武古町の呼武港の沖約500メートルの玄海灘に位置する島。佐賀県唐津市に属し、大技は唐津市呼武古町壁島。古くは、壁島と呼ばれたことからもわかるように、呼武港の目の前にあり、玄海灘の荒波から港を守る天然の防波堤の役割を果たしている。島の分水嶺は大きく、南に寄っており、 最高峰の天道だけは南西部にある。一方島の北側は大地上になっており、平坦な土地が広がる。地質は玄武岩質で、北部の海岸は中上節理の海食崖となっている。壁島と片島の二つの集落がある。浜地の養殖、イカの水揚げといった漁業とともに、農業も盛んで、稲、野菜類、柑橘類の栽培。 肉牛の飼育が行われている。特産品として甘夏やそれを加工した甘夏ゼリーがある。限界国定公園に含まれ、島北部にはキャンプ場がある。2009年には、島の防風ガキが守る二十歳景観が朝日新聞社森林文化協会の日本の里百選に選定されている。島の北部から発掘された6世紀初頭の前方、公園墳。 久五塚古墳は、日本穂高の子、若竹王の墓とする説がある。また、松浦古事記に記載があり、境内に、松浦佐代姫伝説にまつわる佐代姫神社がある。田島神社は、佐賀県内で最も古い神社とされる歴史の島でも、ある。島の南部と本土の呼子町殿の裏との間に、全長727メートルの呼子大橋が、かかっている。 唐津市呼子町内の国道204号上に、呼子大橋への案内標識がある。呼子大橋を通り、呼子市街地の呼子バス乗り場と壁島を結ぶ、昭和自動車の路線バス、乗り合いタクシーが運行されている。島内では、呼子大橋の田元と島の東側に停留所がある。壁島杉村から呼子までは、約15分。呼子では、 唐津市中心部と呼ぶ子を結ぶ昭和バスと接続している。ありがとうございます。